今回、ワイルドカード参戦ということで、金曜日、ちょっといろいろバイクに慣れるのは大変だったんですけど、土曜日、日曜日とステップバイステップでだんだんバイクに慣れていって、最後ラッキーだったんですけど表彰台に上がれたんですごい嬉しいです。